まあ、チャンルーって言ったら、まあ、あの世界的なブランドなわけですよ。人生どうしようかなーって。あ、本当そんな時間飲んだくれながらみたいな、ね、もうね、ひどかったすごかったです。いや、ほんとひどいですね。ひどかったです。あの時入ってなかったらどうなったか分かんないというわけで、今日は東京の方からですね、チャンルージャパン、はい、代表取締役の杉田さん来られましたんで、対談形式でお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。チャンルージャパンの杉田と申します。わざわざありがとうございます。とんでもないです。はい。ぜひちょっといろいろとお話ができればという。そうですね。はい。お会いするのは2回目です。そうですね、実は昨年でしたっけ。そうですね、はい、1回来ていただいて、はい、わざわざこの鹿児島県鹿屋市まで来ていただいてでその時に、もうちょっとインスタライブ出てください、急に、急に降りました。そう、かなり急でしたね。前の日ぐらいにね。そうですね、うん、無茶ぶりをして、まあ、出ていただいたっていうのがありまして、はい、まあ、インスタライブやって、まあ、それは YouTube になってますし、はいはい、前回のは前回ので見ていただければなと思うんですけど、2本ぐらいで、そうですね、その時は、はい、チャンルーの歴史みたいな動画が残ってますんで、はい、それはまあ前回の見ていただければなと思います。はいはい、でそれから、まあ、あれからどれぐらい経ったのかな、まだ半年ちょっと、あ、まあ、もう9ヶ月。あ、じゃあ僕が6月にインスタライブ参加させてもらった時で、うん、まあ、やり始めた。そうです。あ、そうだったんですか。割と最初の頃なんです。それでいきなりもうご飯いただいてちょうどいいな、ちょっと出ませんっていう、はい、あのあとちょっと反応もありまして、あ、はい、ありがとうございます、はい、ちょっと欲しいっていう方もいらっしゃって、はい、ああもう大丈夫です、ありがとうございます。はい、はい、で今日は何かあれからまあ多分9ヶ月ぐらい経ってですね。そうですね、うん、で昨年ですからね。いつぐらいでしたかね、2ヶ月ぐらい前ですっけ、まあ、杉田さんが電話をいただいて、はい、実は僕社長になったんです笑っちゃうんだけどどういうことですかっていう。確かに。でこの動画を誰が見てるかちょっとわからないんですけど、はい、まあ、チャンルーって言ったら、まあ、まあ、世界的なブランドなわけです。あ、まあそう思っていいですよね。アメリカのブランドで、はい、本国アメリカのブランドで、はい、まあ、その日本法人っていう、はい、日本の、日本は別で会社になってる、はい、まあ、だからチャンルージャパンっていう、そうですね、チャンルージャパン株式会社の代表取締役に就任ってことなんですけど、はい、まあ、なんか普通に見てる人、聞いてる人、どうやったらなれるのかと思うんですよ。道筋が見えないですよ、僕。なるほどね、うん、なんで、まあ、そのなった経緯みたいなのを、はい、ちょっと杉田さんの、まあ、その生まれからその就職の、はい、まあ、学校就職のあたりから、あ、まあ、簡単にいいんで、はい、ちょっとお聞かせ願えればなと思って今日は、はい、じゃあもうせっかくなんでね。そうですね、はい、まあ、ちょっと自分の自己紹介といいますか、はいはい、でまあ、一応自分は、まあ、今今年、46のもう年になるんですけど、なるほど、僕はその普通で、僕で48になります。でも近しい。近いですね。ていうか若いですね。いや、ちょっと金髪にしたから。最近変えられた。最近金髪にしました。はい。今年46で、はい、生まれは、はい、東京。あ、東京なんです。東京ですね。はい。はい、まあ、ずっともう生まれも育ちも東京。東京。なるほど。東京って言っても、うんうん、まあ見てる方はいろんな東京を想像されると思うんですけど。そうですね。あの、はい、大都会の東京ではなくて。でもね。まあ、ちょっと外れの。よく23区とか言うじゃないですか、はい、それではない、ではない、ではない、他の市なわけで、ね、そうですね、なるほどなるほど、はい、で生まれになって、はい、でまあ進学っていうか、まあ、学校はずっとそうですね、高校はちょっとスポーツをやってまして、それは初耳かもしれない。あ、そうですか、はい、スポーツをやってまして、はい、まあ、それきっかけちょっと神奈川、はい、何系ですか。バスケット。あ、バスケ、はい、それ初耳です、はい、でやってて、ちょっと高校の方に進学して、はいはい、いろいろと多感な時期を、うん、はい、過ごさせてもらって、まあ、そこから次に学生として進学はするんですけども、はいはい、まあ、学生時代に全然ファッションと関係ないんですけど、うんうん、まあ、ファッションかな、はい、スポーツ系の、まあ、ショップがあって、うん、はいはい、全国チェーン、うん、まあ、そこでアルバイトしてる。あ、なるほどなるほど。でそこで、はい、まあ、スポーツ系なんですけども、はい、まあ、冬のスポーツが強いお店だったので、うんうん、ああ、はい、スノボー系とか。ああ、そうです、はい、そこでスノーボードを
なるほど。まあ、ちょっとおしゃれですね。そうなんです、うん、でスノーボードやっぱりメーカーさんもみんなおしゃれで、洋服もね、ウェアだけじゃなくて、普段のね、あのトレーナーとかスウェットとか、うん、いろんなものも結構スノーボードブランド出してました。なるほど、はい、そこでグッとちょっとね、ファッションの方の興味がグッと湧いてきた。はい、なるほど。それじゃあ、うん、アルバイトですか。あ、それアルバイト、ね、アルバイトで、じゃあそうですね、はい、スノーボーのおしゃれなやつを売ってた。はい、なるほどですね。でそこからどういう感じで、その後やっぱりもう学校卒業して、じゃあ次は就職に、まあやっぱりね、うん、ファッションっていうところに、うん、まあ、興味があったので、はい、はいはい、まあ縁があってたまたまあの、まあ今でもあるんですけども、うん、ファッションブランド、ファッションブランド、はい、ちょっと就職する。なるほど、なるほど。はい、でそこで何年ぐらい。あ、そこで約、10年近く。お、結構いましたね。なるほど、はい、じゃあそこでまあ割と下地が作られてますよね。ファッションブランドの内側にいて10年もいたら、はい、まあ、まあいろんなことが分かってきますね、はい、業界のまあこととか、まあ、いろいろ川上から、そうですね、流通とかね、はい、でそこに10年いらっしゃって、うん、何歳ぐらいですかね。もう30過ぎですね。次ですね、まあ、結構、はいはい、なるほど。で その後どうなんですか。そうですね、その後やっぱり自分のまあ今後のね、キャリアもね、ちょうどやっぱ皆さん見てる方もそうです、30っていろいろ考えます、今後の人生どうするっていう、まあ、この会社でいいのか、はい、それともまあちょっと違う業界も考えたりね、考えてやっぱやってる仕事も、うん、まあ、10年近くいると、ああ、ね、まあ、もう、まあ、マンネリとまでいかないですけど、まあ、ルーティンワークみたいなような、大体、ね、分かってきますよね。そうなんですよ、10年いたらね。でまあ、その時も結婚して、はい、で子供も確か生まれるか生まれないかぐらいなので、まあ、よりこの30の締めぐらいでね、分岐点ですよね。そうなんですよ、はい、まあ、ちょっとここは一発、うん、と思いまして、思い切ってじゃあ飛び出た感じですね。そうですね、もう全然そのファッションメーカーではなくて、全然違う、まあ、今まであの洋服のメーカーにいたんですけど、あ、はいはいはい、次は縁があって、うん、靴のメーカーですね。あ、まあ、ファッションはファッションもファッションですね、はい、まあ、ただ足元のメーカーで、あー、はいはい、で前は日本の会社だったんですけど、あ、はいはい、あの次は外資の。なるほど、はい、次はそれはまあアメリカかどっかの会社の、あ、まあ、アメリカの、まあ、日本法人みたいな、はい、あ、じゃあ、まあ、今とほぼ一緒だけど、はい、まあ、チャンルーではないところの、はい、アメリカのブランドに、そうですね、の日本法人に就職する、転職したっていう、あ、その辺でちょっと変わってきました、ね、だいぶそこで、まあ、ちょっとこう小葉さんとか今の、うんうん、はい、皆さんの接点がよりこう深まるような、それでまあその外資系の日本法人に、はい、まあ、転職するわけだ。そうですね、なるほど、はい、で、まあ、ショップさんとの関わりも出てくるわけですね。そうですね、はい、で当時やっぱり靴の、うん、まあ、ちょっとあの軽い感じのちょっとサンダルのような、はい、あ、はいはい、はい、あのメーカーだったんですけども、はいはい、でなんかやっぱりあの当時夏フェスとかいろいろあったり、あ、はいはいはい、みんなやっぱり、そうなんです、履いてたんです。そうなんですよ、もうね、ひどかったです、すごかったです。いや、ほんとひどいですね。ひどかったです、あの時いたんですね、うん、いたんです。いい経験しましたね。そうですね、はい、そこでいろいろとその幅広い業界を知る、ね、はい、いろんなお店さんがあるって、そうなんですよ、知りますね、うん、なるほどですね。で、そこに何年ぐらいいました。あ、そこも10年近く、うん、結構いますね。そうなんですね、結構長いですね。もうやっぱね、どこもやっぱ楽しかったっていうのが一つですね、はいはいはい、仕事する上で、はい、最初のファッションブランドから次のシューズ会社とか、はい、やっぱりね、働いてるみんなもちょっと年齢も同じぐらいですね、はい、でやっぱりちょっとみんなやんちゃな感じがあって、あ、はいはい、イケイケどんどんガーって言ってるだけです、ね、そうなんですよ、流れ的にすごい、うんうん、面白いって言いますか、はいはい、なるほど、スピード感が、なるほど、それが良かったんでしょうね。楽しかった、楽しかったですね、はい、でそう10年ぐらいいらっしゃって、はい、でまた変わるわけですよね。そうですね、はい、まあ、やっぱりだんだん10年とイケイケどんどんの楽しかった時代、はい、うん、10年経つとやっぱりもう最初とは全然違う、はい、まあ、全然違う会社になってもうなっちゃってます、ね、ブランドもすごく有名になってるし、うん、みたいな、いろいろありますので、なんでまたそうなると次は40っていう、そうですね、タイミングが、そうですよね、そういう節目としてあって、はいはい、でそこからどこに行くんですか。あ、そうですね、でそこからまあその10年の得意取引先さんとか、うん、はいはい、いろんなこうやり取りとかも楽しかったので、うん、はい、まあ、やっぱりやるんだったら営業、うん、仕事、まあ、財産といえば財産ですもんね、はい、なんかね、はい、でまあ得意先さんも被らなくてもいいので、うんうん、まあ、営業できてもので、うん、でなるべくちょっと身近に馴染みがあるもの、はいはい、っていうもので、次行ったのがまあちょっとね短いんですけど、はい、外資のおもちゃメーカー、おもちゃ、おもちゃです、ええー、はい、ちょっと北欧の、ああ、おしゃれなおもちゃ、
北欧のちょっと、見方としてはね、僕が担当してた、徳井咲さんは、おもちゃでもベタなおもちゃ屋さんではなくて、雑貨屋さんなんですね、それこそ。なるほど、なるほど。もちろんベタなところもあるんですけど、もう雑貨のようなもうちょっとそういう捉え方のおしゃれなやつですね。はい、っていうちょっとそのまあ外資のおしゃれみたいな。なるほど。そこも外資ですね。そこも外資。外資なんか縁がありますよね。だってそうですね、やっぱりね、まあ外資のいいところはスピード感があるんで、やっぱりこう、まあ一つは即戦力。ああ、はいはいはい、そうですね。中途で入ってもすぐこう、そうですね、まあ経験が活躍できる、活躍できるし、はい。でそこの会社さんにどのぐらいいるんですか？そこはちょっと短かった、1年ぐらい、はい、なるほど、はい、そしてそこから、ちょっといろいろその間があったんですよ。あ、その間はあるんだ。あ、もう短い、その間いや、それです人生どうしようかなって。あ、本当そんな時間飲んだくれながらみたいな、ね、飲んだくれました、はい、その時期を得て、はいはい、まあ今チャンネル、あ、なるほど。なんか縁があったんですか？自分で入った、面接行ったんですか？ですね、まあいろいろあの、はい、よく言う、エージェントさんでスカウト業界社ヘッドハンティングみたいなところをずっと登録してたんです。ああ、なるほどなるほどなるほど。そしたらたまたまあの声かかった、こういう会社があるよ、おいおい、チャンルーっていう会社がありまして、それ知ってたんですか、チャンルー？いや、正直僕知らなかった、知らなかった、あんまり知らなかったです。聞いたことはあった、見たことはあった、見たことはあったんですよね。あの、はい、ラップブレスっていう、ね、はいはいはい、そうですね、あれは見たことあるぞ、はい、ただあれがチャンルーっていうブランドかどうかは知らなかった、はいはいはい、調べていくうちに、うん、あ、これか、なるほど、見たことあります、うん、はい、なるほど、まあ、今日 しとけば、まあ、そうですね、はい、そうそう、しとけば、まあ、後でね、はい、あ、この後ね、インスタライブ、あ、やりますか、やります、あ、ぜひ、はい、で、そこからどういう感じになってたんですか？あ、そうですね、うん、で、一応あの縁あって、うん、まあ、やっぱり今までずっと営業そうですね、っていう形で、はい、ここ直近もずっとね、あのホールセールスで営業して、でたまたま、まあ、今のチャンネルもそうす、ね、まあ、営業のちょっと拡大を考えているっていう体系があって、はい、まあ、うまく縁あって、はい、まあ、営業として、まあ、外資の経験ある、卸の経験ある、はい、全国にまあちょっとね、小売先さんとの相手もしたことある、はい、まあ、その仕組みも分かっているっていうので、はい、まあまあ、その会社側からしたらね、あ、いけるんじゃないかっていうのはありますよね。で、まあ当時のチャンルジャパンの方も、うん、はい、営業だけではなくて、いろんな経験があると思うので、なるほど、まあ、即戦力を持っているそうですね、はい、なので、まあ、ホールセールスマネージャーとして、なるほどなるほど、チャンルジャパンに入社した、はい、なるほどね、これね、ちょっと参考になってる人いると思うんですよね、はい、だからもう、チャンルで例えば20年いて社長になりましたとかではないわけですそうですね、だから、いろんな経験してた方が、まあまあ、多様性はあります、ね、あ、そうですね、やっぱり、うん、自分の中の引き出しと、はいはいはい、それが武器、そうですね、なるっていう部分でいうと最初日本の会社さんにも行ったから日本の現状も分かってるし、はい、いきなり外資だったらもうアメリカのやり方でしか分かんなかったりするし日本の現状も分かってるし、はい、でガッて行ったブランドにも一回いるし、ね、まあね、いろんな経験をされてますよね、はいはい、でチャンルに入るそうです、ね、わけですね、でここで、まあ、小馬さんと出会うわけなんですけども、はい、そうですね、はい、まあやってることはやっぱり営業として、はい、うん、徳井咲さんに商品提案して、はいはい、でもちろんいろいろお話ししたら、僕らね、あれなんですよ、その時杉田さんいらっしゃるんですけど、代官山じゃないな、あれはどこだっけ、表参道かで、あ、見つけて、あ、あるじゃんっつって、ちょっと行ってみようっつって、飛び込みじゃないですか。もうチャンネルアポなしです、アポなしだったんですか、はい、でもやったことはあったんです、ね、で最近やってないねってなって、でも欲しいよねってなって、見つけたから行ってみようって時間もあったんで、はい、で行って、はい、一応取引してたことあるんですけどみたいな感じで、そしたら下に通されて、はい、見ていいですかって言われて、そこからです。そう、当時そのオフィスがあった下にがショールームになってて、はい、そうコレクションのサンプルになって、そう全部見させていただいて、おーっていう感じで、担当から連絡しますみたいな感じで、その後杉田さんから連絡があったかもしれない。え、じゃあその後いらっしゃったかもしれない。そうかもしれないですね。かすぐ入社されて、そうですね、ちょうどその切り替えタイミングだったんですね。ちょうどそのぐらいですね、はい、ですよ、直感で入ったんですよ、はい、行こうっつってね、うん、その直感があって今こういうご縁になっているんです。そうなんですよ。だからあの時入ってなかったらどうなったかわかんないよね、うん。やってなかった。もちろんやってないかもしれないですね。はい、やってたとしても僕じゃないもしかしてね。そうですね。違う人間担当かもしれないし、はい。そうなんですよ。あら。そうなんですよ。やっぱりそういうちょっとなんか縁がね、ちょっとあるんですよ、ね、はい、流れがあったのかもしれないですね。ありますね。はい。
じゃあで2019年って、まあ、割と最近じゃないですか。今2022だから3年ぐらい。そうです、3年目です。目ですね。早いっすね、3年目で。あ、だからやっぱあれだ、今までの経験があるからだ、ね、まあまあ割と認められてっていう感じですよね。まあそう、ダメなやつにはダメなやつにはそもそもね、代表取締役には就任させない、まあ、させないですけど、ね、すごいっすよね。でも代表取締役って、日本のだからトップってことでいいですか。一応あのチャンネルジャパン社で、ジャパン、はい、はい、まあ、うちのホームページがあるんですけど、あ、はい、まあ、会社概要のところでも一応、はい、代表取締役、代表取締役って僕らが入っているので、そういう、はい、まあ、形ですけどね。そうですね、うん、だからまあちょっとあの今なんかフリーランスの時代とか、まあ、割と転職時代だと思うんですよ、ね、だからまあちょっと参考になった方はいらっしゃるかな。あ、でもやっぱりいきなり社長になるわけじゃないし、はい、 ね、そんな入っていきなり本当は 2,3 年目ではなれない。だからそのまでの経験がやっぱちゃんと外資とかいろんな経験があったっていうのが、まあちょっと分かりました。はい、まあ、ちょっとそういうことを組んでいただいて、うん、まあ、はい、こういう役目につけたのかなっていうふうに思いたいんですけども。なるほど、はい、分かりました。で、まあ、あの今日もねわざわざ東京から来ていただいて。そうです、もうあの、はい、結局社長といってもこうやって営業、はい、まあ、営業もやりながらなんで、はい、ね、はい、何らもう昔と変わらず。そうですね、はい、まあ、僕も現場行くのは大好きです。そうですね、あの選ぶらない感じもう選ぶ、急に選ぶったりするかもしれない、俺社長だしみたいな、まあ、売れたらまたバーンと。でもあれでしょ、社長さんってあれでしょ、はい、戦略とかもやっぱ出るんですか。まあいろいろと今年もちょっとこここうしていこうよみたいなのは、はい、ありますね、あの自分で組み立てれる。そうですね、今までやったことではない、あ、はい、もしはまあ今までやって、うん、一回でやめちゃったことって。あ、なるほど、あ、まずはやってるのもしかするとよかったかもっていうのを、まあ、そこはだから本当自分の感性で、ね、はい、やるしかないですよね。そうです、あとはもう結果をやっぱ出していくしかない。出していくっていうのはね、やっぱ責任が問われる、うん、まあ、ね、ポジションですから、はい、で、まあ、せっかくあの来ていただいたということで、はい、今日はあのチャンルーさんの商品ですね、はい、あのうちちょっと、まあ、そんなめちゃくちゃ仕入れてなかったりもするので、はい、まあ、うちの商品もあるんですけど、まあ、持ってきていただいてる部分もあるんで、はい、それをちょっと、まあ、インスタライブっていう形と、あ、はい、あと YouTube っていう形で紹介させていただきます。いや、すいません、もう小葉さんの、はい、あのマイティーワークさん、場所を使って PR できるっていうのは何とも言えない機会です。いいんですよね、そしては、まあ、ありがたいです、ね、こちらもちょっとありがたい、あの代表取締役が来ていただいてありがたいです、ね、そこはあんまり連呼したくない。あんまり連呼しないで、あんまり連呼しないで、まあインスタライブ始まってからもう一回紹介します。あ、そうですか、わかりました。その時はまた、ね、はい、はい、というわけで、あのこれはまあ YouTube としてね、あのちょっと編集させていただいて、あ、またこれはこれで出していこうかな。そうですね、何かのきっかけになると思います。はい、というわけで今日はありがとうございます。あ、どんなこちらこそありがとう、はい、じゃあ引き続きます。そうですね、この後インスタライブでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ビジュアリー感が、そう、はい、確かに、うん、レザーじゃないんですね。そうです、これもナイロンコート。意外とこれ好きかも。これね、ちょっとつけていただこうかな、合わせて、はい、ちょっとじゃあつけて。ああ、これもチャンルっぽくないですね。チャンルっぽくないです、そうね、あ、シルバーバージョンなんだね。全然違う、ユニセックスライン、違います、全然なるほど。実はね、チャンルのシャルダーなんか、はい、アンクレットって他の他社さんではあんまり出してなくて、うん、